こんにちは。アワーライフジャパン&チャイナのチンムーと申します。ここはジンシータンという港。これから今期の養殖ワカメの出来栄えを確認しに行くんだ。ここ大連は養殖ワカメの主要産地だからね。今日はモーさんの一日に密着してみよう。ワカメの養殖は沖の方でやっているから、そこまで船で行かないといけない。乗り物用意するモーさん、大丈夫かな。ここから20分もかかるみたいだけど。余裕ありそうだね。あら、いつもはお美しいモーさんがめちゃくちゃなお姿に。目的の地点に到着。我々はこの船で20分で着いたけど、水揚げする船は90分かかるって。この地域では毎年3月に入るとワカメの水揚げが始まる。今期の出来栄えはどうだろうね。ワカメの養殖は手作業に頼るところが大きいから、海の男たちは大変だね。日本でもワカメの養殖は盛んだったけど、漁業者の高齢化や後継者不足で先細り。もう少し近づいて水揚げ作業を間近で見させてもらうことに。3月とはいえ海の風はなかなかと冷たい。木の出来栄えはなかなか良さそう。肉厚ワカメで味も良好。
モーさん酔っちゃったみたい。復活した。ワカメはこの工場で乾燥ワカメにする。
力選別機。軽い異物を吹き飛ばして除去する。色彩選別機でも科学的に異物を除去。人間の目視検査も行う。汚染区から清潔区への移動の際は改めて作業着を着替え、入室マニュアルを実行する。最終の目視検査をしてから袋詰めへ。助教さんたちが懸命に働いてくれるおかげで、安心安全な乾燥わかめを販売できる。だから僕らは、中国製品だから危ないと一括りで語られてしまうことが残念でならない。良品とそうでないものが混ざってはならない。日本メーカー株式会社石田の金属探知機。すべての商品はロット番号が記され、万が一問題が起きた時にはすべてが後追いできる。細心の注意を払って生産した乾燥わかめは各家庭に届き、みんなの笑顔に貢献する。あ、カップラーメンやカップスープにもよく使われるね。モーさん、今日も一日お疲れ様でした。子育てと仕事の両立が難しく、今は社長業から卒業してるけど縁の下の力持ち。この動画を見て中国食品への強すぎる偏見が和らぐ人が少しでもいると嬉しいな。あと、乾燥わかめの輸入業務をやっているそこのあなた、モーさんにお力添えを。頑張る人に人はついてくる。頑張る人に運は味方する。それが今日、あなたの一日に密着した感想だ。